よくねえだろ、それは。これは完全にモザイクです。本当に闇の検索しかなかった。やっぱギャル好きなんだね。もうビブラッカーや。What's up, guy? I am S さん。S さんです。よろしくお願いします。今日の企画なんだけども。よし。ちょっと、携帯貸してもらっていいですか？携帯？なんでやねん。ちょっとね。ちょっと携帯貸してもらって。なんでやねん。ちょっと無理だぞ、すぐ。え？すぐは食べてる。はい、ない。ちょ、ない、ない、ない。何を消そうとしてる？エッチなサイトなの。貸し貸し貸し。ちょ、いや。何消してるいや、今日はね、まあ、検索履歴を、チェックするという、バディ君。まあ、多分面白いこと検索してると思うんで。はい。なんか知らんけど。ちょっと開けてもらっていいですか？マジ読んでるのとかだって嫌なんだ。検索って何ヤフー。いや、ヤフーっていうか、だから、サファリだよね。全然面白くないぞ、これ。映ってる。山手一周。違う、俺さっき電車止まってたからね。ああ、すごい。だから反対から行ったらどんぐらいかかんだろうっていう。ジャムおじさんとバタコさんの関係気になったの？それやばいよ。ジャムおじさんとバタコさんって妖精なんだよ。妖精だよ。妖精？人間じゃないの。妖精っていう設定なの。ああ、すごい。ムーミンと一緒、いわゆる。ムーミンがもう妖精なの。なんでそれが気になったのよ。いや、もうそれ急に気になっちゃったのよ。芸能界なの。芸能界なのやこれ、竹内優子のやつです。マジで。なんかあんじゃねえのかと思って。エロ系あるでしょ。エロ系、ヤフーから探さないぞ。否めない。え、どこで探してるの？だからもう、それは、直接、自分にいいのがどんどん出てくる。ブックマーク？携帯じゃないの？あ、それはこっちに入ってるよ。それはサファリだよ。ないだろ、本当に。まあ、無料だからあるよね。無料は。それは見てるよ、それ。めちゃスレンダー、ギャルマン、キングギャルマンもナンパだな。それに世話になったからな。でも検索したわけじゃなくて、ただクリックしたのが見れるんだ、これ。やべえな。あ、クリックしたのも見れる。やべえな、ほんとに。やっぱ筋肉女子が好きなのよ。やべえ。ね。いや違う、その時はなんかちょっとなんか別に検索したんだけど出てきて見ちゃった感じ。懐かしのガングロ、小ギャル、黒ギャル、日焼け、ビデオ。それは完全に見てるね。それは黒ギャル検索してますね。黒ギャル検索してますよ。やっぱギャル好きなんだね。ギャル、だからやっぱそうだ、ギャルばっかりだね。おい、やめ、それは。よくねえだろ、それは。これは完全にモザイクです。これはモザイクっすわ。データなくなるよ。5ギガしか使えねえんだから、あんまりクリックしないでくれよ。Wi-Fi 繋げばいいじゃん、もちろん。めちゃかわスレンダー筋肉ギャルマンをナンパで捕獲。日焼け筋肉。ナンパ系が好きなんだよ。すべて金子それ。のけぞり。今もう、これピーばっかやろ。バキュン、バキュン、バキュン、バキュンなんだよ。ずーだいって。なんなんこれ。それよくねえんじゃねえか、もう。もうそんなねえぞ。同じのしかないぞ。こんなんしかねえ。うん。ほんと、ナンパ検索してるね。ナンパもが好きだ。ナンパも好き。マジックミラー大好きだもん。マジックミラー大好きだもん。マジックミラー大好きだもん。あー。マジックミラー大好きだから。クルーガーね、そう。二日に一回はもう X ビデオ見てますね。ああ、バレちゃうのペースが。そんなに、これ。オイルマッサージ師に。ああ、好き好き。そういうの。ハプニング。マッサージ系、そう。やらせ感がね。必須の抵抗もなしく。抵抗しないけどね、全然。やらせじゃん。やらせだよ。大やらせだよ。こんなの見せる人いる？なんすかこれ、白く染まる赤い浴衣って。これ全く全然見ない、興味ないですよ。むしろ嫌いな方。どうしたどうした、じゃあなんでこれ。黒い系。なんで黒い系ではないでしょ。黒いっていうか、なんかそういうのちょっと。ボーラレカップ。ああ、それも好きだな。もうなんか、本当になんかエロしか検索してないですね、ほぼ。ほぼエロです。だってそれは、サファリはそうでしょ。サファリはそうでしょって。あとはヤフーで検索するから。で、そんな毎日じゃないでしょ、だって。まあ、二日に、いや、ほぼ毎日じゃない。二日に一回ぐらいだね。
これこんなに出んのこういうの全然知らないんだけど、そんなの英語もあるけど What is a マセッビデオですね。ちょっと Yahoo の検索見たいね。こんなの見せれるの？完全見せないだろ。Yahoo の検索どうやって？ほぼモザイクです。ちょっと、まあ、調べるのね。ヤフー様でしょ、iPhone は。ヤフーが裏切んないでしょ。こんなの公開したところで何？トム・ブラウン。トム・ブラウン相当調べてんね。でも俺もトム・ブラウン大好きです。これでも出てこない。アウトレットだったら5万ぐらい。僕のアウトレット5万すんだね。定価なのか？僕のトム・ブラウンと違かったです。なんで？僕はあの、お笑いコンビ。そっち出てきたよ、俺検索したの。見たことなかった。なんだこれって思ったよ。え、こっちでも絵を検索してないですか？なんか違う。嘘でしょ？なんか、これ違うか。お嬢キスの好きなんだよ。あ、そうそう、北野キイちゃん昨日見て出てさ、北野キイちゃん、そういえば誰かとスクープされてたな。キイちゃん好きだったな。そうだろう。めっちゃ好きでしょ、昔だ、その話。特に面白いのなかったな、ちょっとエロいのが検索されてただけだった。やばい。そんなもん怖いそう。出てきた。いや、特にないです。マジで、ちょっと前だったらもう本当に闇の検索しかなかった。闇の検索。どんな闇それ。あの、スレスとかも、それもすごい調べてる。嘘、うん。え、でもそれは闇じゃないね。闇だろ。っていうか、え、スレスどんぐらいだろ。いい、そんなの言わない。さっきもダメでした。さっきもダメです。最近そんなに闇のやつ調べてないわ。本当ですか？なんとなくそう思う。ある程度抗体がついてきたの。もう調べたからしょ、だからもう知識として知った。あ、そう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 。もう、あとやめようって思ったらそういうのやめようって。へぇー。やばいね。面白いの出なかったな。いやー、そういう感じで、まあちょっと、エロ見てるっていう。基本的には、ね。結果に。まあ、なんか、ある程度想像できたとか、むしろこの撮影の前にちょっとその話をしてた。そのまんまになりましたね。そのまんまになりました。まあそんな感じで、すいません。面白いさかったです。今日なんですけども、タトゥーを入れるときに麻酔クリームを使ったら痛くないのかみたいな、間違いなくここが一番痛いだろうっていう箇所が脇腹なんですけども、そこで麻酔を使って、まあ、どんぐらい効くのか効きます。